バッハマンの像インゲボルク・バッハマンは、オーストリアの詩人、小説家、ケルンテン州のクラーゲンフルトに生まれる。インスブルック、クラーツ、ウィーンの大学で、哲学、心理学、文献学、法律学を学び、1949年に、ウィーン大学にて、哲学の博士号を取得、学位論文では、マルティン・ハイデッカーを論じた。大学卒業後、 脚本家兼編集者として、オーストリアのラジオ局ロットエイスロットに勤務し、放送劇を執筆。47年グループの作品発表会で試作品が評価を得、1953年に詩集、猶予の時で詩人としてデビュー。当時の戦争文学とは一線を画した鮮烈な作品で一躍分断に名を馳せた。同年ローマに住居を移し、そこで、 詩、エッセイ、オペラの台本などを執筆、1964年のゲオルク・ビューヒナー賞をはじめ数々の文学賞を受賞した。またマックス・フリッシュとの結びつきからスイスに移り、フリッシュの我が名はガンテンバインでは主役の一人となっている。1971年、長編小説マリーナを発表。マリーナはウィーンの社交界を舞台にした。 長編三部作の第一作として執筆されたが、1973年自作の完成前に、ローマの自宅で重度の火傷を負い、10日後に死去。死後彼女の功績を記念して、クラーゲンフルト氏により、インゲボルクバッハマン賞が創設された。ありがとうございます。